皆さんこんにちは、ダービーグランプリ、今年で最後です。来年は中央交流でレース名が変わるんだったな。昔も中央交流だったよね。細かいことはいいんだよ、メンバーは揃った、紹介だ。エアポートライナー、浦和所属の馬です。2歳児と3歳春は門別で過ごし南関東に移籍。門別時代は北海道競馬の三冠第一戦の北斗杯で4着。南関移籍後は2勝しているが1戦級相手ではどうか。血統はバンズー牧場のゆかりの血が並ぶ。サベージ、大井所属の馬です。南関の3歳重賞京浜杯の勝ち馬。羽田杯では2番人気もミックファイア、ヒーローコールに遅れを取った3着。東京ダービーでは4着だった。出遅れ癖があり、まくり気味に進出する競馬がこの馬のパターン。石崎騎手が盛岡でどう乗るか注目。タイガーチャージ、大井所属の馬です。2歳児は門別で走り JBC2 歳優俊で5着。南関移籍後初戦は勝利し、羽田杯は崩れたものの。掲示板にはやってくる堅実派。鞍上は今年初重賞制覇を達成した辰代雄二騎手。ベルピット、北海道競馬所属の馬です。打倒ミックファイアに燃えるのがこの馬。北海道競馬の三冠馬ベルピット。デビューから4連勝で挑んだサンライズカップは2着。その後挑んだ JBC2 歳優俊は中央馬相手に2着。3歳シーズンは圧巻の成績で北海道競馬の三冠を達成。すべて圧勝でもはや地元に相手は存在しない。鞍上の桑村正明騎手、角川秀樹調教師は共に北海道競馬リーディングでも上位の成績。南下してきた北の王者が力を示すか注目。ポリゴンウェーブ、浦和所属の馬です。2歳4月に早々にデビューを飾ると夏場には南関に移籍。移籍初戦を飾り、重賞は2戦とも2着で終えると、3歳初戦のニューイヤーカップ、クラウンカップを制した。羽田杯は12着と敗れ、遠征した高知優俊は夢の炎に大差で2着とした。ここ2戦は8着、6着と結果を出せないでいる。マテリアルガール、浦和所属の馬です。こちらも名門国母厩舎の一頭。もともとは JRA 所属、未勝利戦で堅実に走るも初勝利は浦和移籍後の5月末だった。自走の優俊スプリントはスピード負けしたものの、距離を伸ばして3連勝。1戦級相手でどこまでやれるか。マンダリンヒーロー、大井所属の馬です。24日時点では出走するかは決まっていません。ご存知今年春の競馬界を沸かした一頭。デビューからその才能を発揮して無傷の4連勝で2歳重賞敗成功記念も勝利。3歳初戦の雲取り賞ではヒーローコールの2着。その後挑んだアメリカ遠征ではケンタッキーダービーのステップレース。サンタアニタダービーで2着とあわや快挙かという見せ場を演じた。本番の祭典ケンタッキーダービーでは12着と敗れ。帰国初戦の黒潮杯、戸塚記念ともにヒーローコールの2着だった。こちらも打倒ミックファイアに燃える注目馬だ。ミックファイア、大井所属の馬です。今年のダート3歳路線を牽引する大井のスーパースター。2歳秋のデビューから無傷の3連勝とし、3歳初戦は休み明けの羽田杯、ここは馬体重を大きく減らすも蓋を開ければ6馬身差の圧勝だった。東京ダービーも羽田杯2着馬ヒーローコールを相手に再び6馬身差で圧勝。三冠が期待された JDD では1番人気に支持されると、逃げる水戸の王をねじ伏せ、キリンジの追撃もなんのその、2馬身半差で勝利し、東進ブリザード以来の難関クラシック三冠を成し遂げた。今年の指導戦は盛岡から始まる。果たしてどんなレースを見せてくれるのか注目。鞍上はもちろん三冠元のリフミ騎手。ルーンファクター、地元岩手所属の馬です。最後に紹介するのは地元の一頭。ここまでタフに使われ門別、大井、佐賀、盛岡と転戦。佐賀の九州ダービーから挑んだ盛岡の山彦賞で重賞初制覇。自走の伝統の一戦、小塚田賞は絶対王者ミニアチュールが敗れる中、7馬身差の圧勝。他地区との力差は感じられるが現状の力でどこまで戦えるか注目だ。以上、出走馬の紹介でした。最後のダービーグランプリ、目に焼き付けろ。チャンネル登録と高評価もお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。失って